はい、こんにちは、野方ひろです。今日はね、久しぶりにバイクパーツのレビューということで、今回はこれ。そう、HID 屋ってありますけど LED なんですよ。ここの HID って前にも買ったことあるんですけど、そこで LED を出したんですよ。で、触れ込みがHID の 55W 並みに明るい LED なんですけど、実際どうなのかね。最初この HID 入れてたんですけど、で、それで今はスフィアの LED つけてて、でね、LED のヘッドライトって結構明るく見えるんですけど、実際はそんなに明るくなかったりするんですよ。やっぱり明るさだったら HID の方が全然明るいんで、また HID に戻そうかなとか思ってたんですけど、今なかなかね、HID もね、売ってないんですけど、このね、HID 屋が LED を売るぐらいなんで、もう主流は LED になってるんですけど、でどうしたもんかなと思ってネット探してたらこれ見つけたんで、今日はこれを取り付けてどんなもんか見てみたいと思います。はい、じゃあ早速開けてみたいと思います。LED ヘッドライトをご購入いただきありがとうございます。注意書きが書いてあって、中は説明書、タイラップ、それからこんな感じで、まあ、本来4輪だとねこれが両方に入ってるんですけど、2輪の一等式なんでスカスカです。じゃあ出してみます。こんな感じですね。ここも金属ですね。これ何なのかな、アルミで、これがコントロールユニットで、エッジオンなんでこれを挿すだけですね。で、こっちが、はい、こっちがローって感じでしょうね。で、取り付けはこれをこう、カチカチカチってなるけど、これを外して、これをマシンの方に挿して、で、これをこう入れる感じですね。まあ、これでなんか、まあ、カチカチ微調整ができるようになってるみたいですね。なかなかいい感じです。あれでも曲がってる？曲がってるけど大丈夫なのかな。説明書を見ると、見えるかな、こんな感じで曲がってていいみたいですね。実際これどうなのか、まあよくわかんないですけど、まあこの角度的には説明書と合ってる感じなんで、まあとりあえずこれでつけてみたいと思います。今ついてるのがスフィアの LED なんですけど、まあ、これもね悪くはないんですけど、っていうか結構いいんですけど、でもね、なんか明るく見えるだけっていうか、実
実際乗ってるとそんなに明るくないんですよ。ということで今回ね、 HID 55W 並みの明るさっていうね、これに変えるわけなんですけど、まずはこれを入れて肩を抜きます。こんな感じですね。まあ感じとしてはなんか似てはいるんですけど、比べるとこんな感じですね。結構ねすごいコンパクトで、こっちファン付きなんですけど、こういう風に若干後ろ短いですね。これは助かるんですよ。結構ねパツパツでカウルのステー削ったりとかしてようやくつけたんですよ、こっち。はい、じゃあまずこれをつけます。でこのゴムをつけます。であとはこれをはめるだけですね。向きはどっち？あとはマジックテープ。あ、ぴったり。もう僕ねマジックテープ大好きですからね。こんな感じかな。はい、じゃあ早速つけてみたいと思います。おお、っていうか明るいからわかんないですけど、まあチェック暗くなってからということで、また後ほど。ファンの音はそんなに気にならないですね。はい、じゃあライトつけてみたいと思います。いやね、前にも言ったけど都内でね暗いとこ見つけるの大変なんですよ。ということでイグニッションオン。おお、明るい。すげえ明るいですねこれ。 HID 55W 並みっていうのは嘘じゃないですよね。改めて、おー、明るいですよ。感じですね。じゃあハイビーム。おお、すげえ。
感動的ですね。ほら、遥か彼方まで行ってらっしゃいますよ。こんな感じで綺麗にカットライン出てますよね。はい、ということでね、いやー HID55W 並みの明るさっていうのは嘘偽りなかったですね。っていうか 55W の HID は試したことないんですけど、いやこれはおすすめ。概要欄にリンク貼っておきますので興味ある方はぜひ購入してください。ということで野方ひろでした。じゃあね。